というわけで相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけで、すっかり夏の足音が聞こえてくるようになってまいりました。今日この頃ですけれども、もう早くも暑さに夏バテ気味みたいな竹長にスタミナをつけろとこいつがやってきてくれました。それがこちら、すき家さんのうなぎ特盛りです。絶対食べたことあるだろうシリーズとでも言いましょうか。こちらのね、うな牛、もうね、今年45のおじさんともなるとお肉も確かに美味しいんですけれども、今日なんか魚食べてえなっていう日絶対来るんですよね。そんな時にズバリ私の胸に飛び込んできたこちらのうな牛ということでね、うなぎも久しぶりにいただくかもしれません。もしかしたら牛丼チェーン店さんでいただくうなぎ以外に普通にうなぎって食べたことあったかなっていう疑惑すら湧いてくるような、そういった食生活のサイクルなんですけれども、いやー、こちらね、結構大きめのね、うなぎがドカンと入ってるっていうことでね、じゃあありがたいですよね。で、蓋を開けた瞬間にね、うなぎの蒲焼きの甘辛い香ばしい香りが漂ってきて、そしてね、そこに山椒をかけるとね、その山椒のちょっとしたね、スパイシーな香りも感じられて、いや、これたまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでまずはね、こちらうなぎからいただきますよ。お、うん、うん、あ、うん、いや、こちら脂も乗っててね、結構肉厚なんですけれども、口に入れた瞬間にね、じゅわほろとろみたいな感じでね、もう溶けていくといった感じで、甘辛いうなぎの蒲焼きのタレとの相性抜群で、これは本当にうまいうまい。いや、ありがたいですね。そうそう、うなぎとはこういった味だったなと再確認させてくれる、そういった味わいですね。はい、それではこちらうな牛の牛の部分いただきましょう。あはは、うんうん、いや、こちらも美味しいですね。すき家さんの牛丼の牛の部分ってこんな感じだったなっていうのをね、思い出させてくれるような味わいで、こちらも美味しいですね。はい、それではこちらうな牛ならではのね、離れ技、うなぎと牛でご飯を包んでいただきましょう。うん、うわ、こちら食感が違う2つの甘辛さが口の中で混ざり合って、うなぎはぬる、牛の部分はグムッといった感じでね、歯ごたえの違いも味わえて、いや、2つとも口の中で混ざり合って、いや、とっても美味しいですね。はい、というわけでこちら完食です。でいただいてきましたけれども、いやー、美味しかったですね。どうしてもね、こういった牛丼チェーン店さんのね、うなぎってどうせ冷凍であのペラペラの薄いうなぎなんでしょみたいなね、先入観あったりするんですけども、こうやってね、改めていただくと、むちゃむちゃ身はふわふわで肉厚でしたし、甘辛い蒲焼きのタレが濃くって、いや、ご飯によく合ってましたね。いや、ほんと美味しかったですよ。そして今の私の魚食べたい欲をね、がっつり満たしてくれる、そういった一品でしたね。いや、とっても美味しかったです。というわけで、皆様もご興味ございましたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日はすき家さんのうな牛特盛りいただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ